こんにちは、川辺真由美と三人姉妹のサニーの今日はのんびリビングでございます。よろしくお願いいたします。貴重なお時間をありがとうございます。今日は3月23日ですね。はい、春分の日も終わりまして、寒さ暑さも彼岸までと申しますが、これから暖かくなるのでございましょう。はい、サニーちゃんはずーっとお庭が気になってますね。本日は何かと申しますと、これです。これお椀。前にカツオふりだしがパッケージが同じなのに会社が全然違うと、広島県広島市の朝北区と朝南区、推測するに多分もともと同じだったのが、こう分家ではないんですけど分かれたのかななんて感じもいたしますが、その気づかずに行き当たりばったりでこう買ってたら、ある時ふと気がついたら、こう購入履歴ありますよね。購入履歴見たら、いろんなというか、この二つのメーカーさんをいろいろ買ってたんです。私は気づかずに同じとこだと思いまして。それで、ちょっと成分とか見たらかなり違うんですね。カロリーも違うんです。ですから、それぞれをお味見したらどうかなということで、前回お話をさせていただいたら、あ、興味ありますっていうおっしゃってくださった方が何人もおられたので、ちょっと今日はやってみたいと思います。はい。今、全く同じ、こう、条件で、お鍋にですね、こっちのお鍋と、こちらのお鍋にですね、こちらが、こちらですね、これが、三幸産業さんですね。で、こちらが、マルモさんです。で、ちょっと、味見をしてみようかなと思います。はい。それでは、まず、これが三幸産業さんですね。全く同じ条件で作りました。お玉も変えましょう。よいしょ。はい。じゃあ、マルモさんからいただきましょうか。マルモさん。まず香りを。うん、香りは、マルモさんの方が、カツオだしの香り。うん。でも、これはちょっと、こちらはですね、開けて随分経ちますんで、香りが飛んでるかもしれないですね。では、お味見します。これは 500cc、500ml で、沸騰して2、3分、煮出したものです。うん。うん、いつもの安定のお味です。じゃあ、こちらを。こっちの方が味がなんか立ってる感じがしますね。どうでしょう。うん、こっちの方がまろやかな。微妙にやっぱり違いますね。うん、どちらももちろん美味しいです。でもこう、ちょっと違いますね。ちょっと色を見てみますと、三幸さんの方がちょっと色が濃い感じですかね。まあ、色はあんまり関係ないですよね。あー、もうこれ好みですね。うん、こちらの方がまろやかで、まあ、お上品な感じなんでしょうか。こちらの方が、こう、クリアな感じですね。入ってるものは、
入ってるものはほとんど同じのようですが、分量がちょっと違う感じですかね。難しいですが、個人的に私はこちらが好きです。こちらの三幸産業さんの方が好きですね。味が濃いのかな？塩分がもしかしたら強いだけかもしれません。しょっぱいもの好きなので。サニーちゃんはどっちが好き？サニーちゃんどっちが好き？いい？匂って匂うだけよ。この匂い。この匂いと、はい。続いてこの匂い。どっちが好き？サニー、どっち？こっち？こっち？どっち？こっち？はーいって手あげて。こっちの人。こっちの人。あ、こ。着替えました。サニーもこちらがいいということでございます。ですから私、我が家は、これにしたいと思いますが、でももうそれぞれ、お好みがあると思いますね。はい。ということで、本日は、我が家のカツオふりだしをどちらかにするかという動画でございました。ありがとうございました。もちろんこちらも美味しいです。美味しいですが、私的にはちょっとこう、はっきりしたお味が好きですので、そうなりました。ありがとうございました。まあ、九州の出身ですので、なんかこう、なんかそういう料理が。はい。はい。もういいだろうってことですね。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。